マウンドを背負っていこうという選手がこうやってマウンドに上がるっていうのはね、いやいや本当楽しみです。試合の雰囲気を味わってみたいなというのはあるし、すごく投げたい。でファームの掛布監督はですね、まっすぐでどんどん攻めてかわすようなピッチングをするなというふうに、ね、言っているそうなんですよね。だからまっすぐで勝負していきたいと本人は話しています。横浜創学館高校からタイガースへ入ってまいりました1年目のピッチャー掛布監督の秘蔵っ子。そしてもうことあるごとに金本監督もね、その様子を見に通っていたという注目の望月、今そのベールを脱ぎます。いや、これだけのたくさんのお客様の前で投げるというのはいい経験になりますよね。いや本当そうですよね、最初はあの前半じっくりとあの体を作ってね、はい、それからのスタートですからね、はい、やっぱりうまい、いいタイミングですよね。プロに入って球速も速くなったというね、望月なんですが、今その球を見てベンチではこの表情ですね。いやしかし、こう今ピッチング見てましたけど、はい、いいフォームで投げてますね。ピッチャーが惚れるような投げ方というんでしょうか ね、うん、そうですね。非常に綺麗なフォームで投げてきます。さあ、ジャイアンツはギャレット、吉川、中井という並びです。9回のマウンド、149キロでした。力もありますね。あっという間に追い込みました。原口のサインにうなずいて153。次もストレート、次が違いましたね。これは140キロという数字が計測されました。自身のマックスが153ということなので、今のがその、初めて、これが153キロが初めてという先ほどの球速だったんですね。148キロストレートでしっかりと三振に切って取りました。高めに投げたボールはやっぱり速かったですよね。最後はこれ、ワンアウトです。吉川大輝に代わりまして亀井、バッターは亀井、背番号9。代打が告げられました。亀井義行、昨日は3番に座って4打数ノーヒット。152キロです。スピード差が今30キロっていうところですよね。まあ、いらないんですけどね、原口もね、ボンボンボン押していけばね。150キロで空振りを取る。見ていて臆することなく投げている感じですよね。黒田さん、そうですよ、まとまってますよ、フォームがね、はい、そこから腕の振りがいいから、はい、153マックス。
しかし回とこれがあの形になっていけばタイガースとしては非常に楽しみな素材ですよね。楽しみですね。これはストライクではなくボールという判定。151キロ。やっぱり選抜で使うんでしょうねってことなんですか ね。ツーボールツーストライク、構えは外、150球流してヒットを許しました。さすがベテランの亀井で、いや本当ね、はい、うまくミートしましたね、はい、150キロの球このように打ち返されました。ファーストランナーは鈴木隆弘、背番号12。さあ鈴木隆弘がダイソーとして起用されます。ジャイアンツ中これもまたいい経験ができますよね。足のあるランナーを一塁に置いてっていうね、クイックのね。そうですよね、 CS に向けて走ってくるかもありませんよね、はい、あ走りませんね、後ろ行ってますわね、ゴメスがね。あそうですね、まあ、点差が6点ありますんで走っても盗塁が記録されないという、はい、そうですね、はい、ことなんでしょうね。ただでもその足の脅威というのを背中で感じながら投げるっていうのは大事なことですもんね。まあそういう意識してね、はい、セットポジションでのピッチング、ボールが2つ先行しました。今日ヒット2本の中井です。ボールの軌道が本当に綺麗ですよね。いや本当ですよね、選抜で行くとしたらあとスタミナがいるでしょうね、はい、そういう面を秋の練習でどうするかですよね。そうですね、金本監督は体脂肪を落とせ、エースの体になれっていうようなことをね、じゃあ選抜で期待が大きいですね、はい、そういう話をされてましたけれども、スリーボールワンストライク、外いっぱいストライク、一塁ランナーは鈴木です。フルカウントになりました。ランナーを背負ってのピッチング、打ってセカンドゴロ、二塁は間に合わない、一塁へツーアウト。完全に一つずつアウトを取っていきました。代打が起用されます。どの上です。昨日は7番ファーストスタメンで4打数1安打、8回に放ったヒットが先制のきっかけになりました。ドラゴンズを戦力外になってトライアウトから育成契約、そして支配下登録と、まあ、この人も波乱万丈に進んできたわけなんですが、そうですね、しかし代打でよう結果出しましたからね。そうですよね。さあここはショートゴロ、ウイニングボール、ゴメスに当たって試合終了。ランナーは出しましたが、持ち続き9回をゼロに抑えました。タイガース完封リレーです。